ご飯の時間がやってきました。イエイイエイ。はい、今回はですね、千葉県の柏市までやってきました。今回は家系ラーメンの大戸屋さんに行ってみましょう。じゃん、大戸屋行きましょう。今日はネギラーメンはフースパイスと17ほうれん草と目玉焼きにしました。来ました。あ、美味しい。こっちも、こっちも。頭使ってご案内しろよ、頭使ってバカになっちゃうかな。はい、頭使わないと。ご案内します。どっちゃん最初からはい、どんどんご案内しろよ、いいな。はい。待たせるなよ、お客さん。だいぶ。ごちそうさまでした。いただきました。今回は大戸屋の社長清水さんに直接どういう食べ方がなんかおすすめありますかって聞いたら、いや自分はあれこの壁にね貼ってあるこの食べ方を教えてもらったんで、それと同じようにしてみたんです。で最初普通は徐々に味変していくのかなと思うじゃないですか。思うよね。最初からそれをやるって言ったね。あれびっくりした。だから元のスープとかじゃないんだね。なんか思い込みとしてね。まあ普通は元のスープを味わってから味変すると思うと思うんですけど、びっくりしたのは吉村稔さん自身が味見の時に酢を入れて味見してるって言ってたのよ。あ、言ってた。あれえっとまあ結構びっくりした。ということでそれを一気に入れたんですけども、もう一つの料理っていう感じ、いろんな味がしてくるから、胡椒の味でニンニクの味、あと生姜、豆板醤、そうそう豆板醤ね、そういうのがこう一気に混ざってもう密度が濃いっていうかね。いやあれより強くなったらすごいよね。すごかった。ちょっと今度やってみようかなと思ったんだけど、しかもお墨付き、本人のお墨付きだからね。そういう意味ではまあそうですよね。すごい。あれ結構書いてあってもなかなかの通りにする人少なかったと思うんですね。まあ自分は一回もしたことないです。私もない。でもちょっと見て思ったのは、例えばね、あれ清水さんがいなくて、自分がもしあれやったとするじゃない。100% 誰かに叩かれると思うわけ、コメント欄で。そういう意味では作ってる本人がやるとなんていうの、文句の言いようがないなとはちょっと思って。っていうかまあ食べ方自由ですからね。まあまあまあそうだね。で自分は今日は今日も普通のラーメンいただいたんですけども、はい、なぜ一番驚いたのは麺がね、まあ行くたびに結構お堂屋さん、特にまあ清水さんよく麺変えられるんですけども、今回の麺は自分は今まで食べた中で一番好きかなと思いました。ちょっとお話そのことをしたら、清水さん自身も毎回その切り方で多少細さっていうかこの圧迫の感じを変えるとはおっしゃってたんですけども、なんかね、すっきりした味と、あとコシが前よりあったかなと。確かに今回の麺は固めっていうだけあって、本当に固めでしたね。固めだった。新麺ってね言ってはりましたけど、自分は逆に今回の麺より前の麺の方が好きでしたね。ちょっともっちり感があるやつ。自分ね、柔らかい麺でも合うと思った時も何回か今まですごい少ない回数なんだけどあって、その辺もその日のスープと麺って結構微妙な掛け合わせがあるなと思いました。柔らかい麺の時って、ご飯とすごい合うなと思うんですよね。で、私はネギ入りっていうやつを頼んだんですけども、大堂屋のこうスープのちょっと独特のとろみが、今回なんかね、いつもよりも割とこう強めに感じて、なんかネギとか入れずにシンプルな方が良かったなっていう。ネギ別盛りにしたら良かったですね。ああ、そうかもしれないね。あとはやっぱり麺はメロンシートのように、自分の好みとしたらもちもちしてる方が好きでした。全体的にね、今回めちゃくちゃ強いスープで、さすが王道屋。強さはね。強さあったね。本当に濃厚で美味しい。いっぱいでした。はい。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは、また。